皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。さあ今日もですね、丸沼滑っております。これから滑ります。いよいよシーズンも終盤になってきて、コースはまだ雪あるんですけども、それ以外が結構ちょっと茶色い部分が出てきたなっていう感じの僕のベース、丸沼高原スキー場。思い返すとですね、12月からシーズン始まって、結構印象的な出来事が、12月僕レッスンしててリフト並んでたんですね。そしたらレッスンのお客さんじゃない方から、あ、 YouTube 見てますみたいな感じで話しかけてくれて、 ありがとうございますってお話してたら、こんな時にちょっと申し訳ないんですけれども、ヒールサイドの前膝を伸ばしてターンに入るってどうやってやるんですかっていきなり聞かれたんですね。おおと思って、レッスンしてるんでお客さん僕連れてたんですけども、まあそういう風に聞かれても、ちょっとレッスン中だったので、なかなかちょっと今ごめんなさい時間があれなのでっていう感じで、うまくそこではお話はしなかったんですけども、できなかったんですけどもね。そういう出来事が12月に僕2回あったんですよ。それも両方ともヒールサイドの前膝伸ばしてターンする、これ難しいんですけどどうやるんですかっていう、ヒールサイドって前足の膝って伸ばすのが当然ですよねっていう感じだったんですよね、お話のされ方が。でいろいろシーズン過ごしていく中で、結構そういった乗り方をされる人も多いんだなっていうのが分かってきて、というのも僕があんまりそういう認識がなかったので、あ、ヒールサイド前膝伸ばして入らなくちゃいけないみたいな感じって、ちょっと思い込みがありすぎるのかなって思ってみたりしたんですよね。でいよいよ春先になって雪がザクザクしてきて、表面がズブズブ埋まるような感じになってくる。こうやってなっちゃうと、今度前足に乗り込んでいくっていうのが雪の状況が故にできなくなってくる。その前に乗らないようにポジションを後ろにうまく構えるためには、今度前足を伸ばすっていう状態がヒールでもトーでも必要になってくるだろうなって思うので、今日は前膝伸ばしてヒールサイドもターンしてみたいと思います。ということで今日のテーマは前膝伸ばしたヒールサイドターンでございます。あんまり普段やらないですけれども、見てみてください。ヒールサイドでも前足を伸ばしてターンに入ろうとすると、前にノーズ側ね、伸ばいいな、伸ばして入ろうとすると、伸ばさないようにするとこれがこうなることもあり得るんですよ。そうすると柔らかい雪だとノーズが詰まっていってしまう。これが嫌だからポジションがこっちに来すぎないように、前足をいい意味でちょっと張る方向に使うと、後ろ足の方にポジション取りがしやすくなるねっていう感じ。これはあくまでも雪質が柔らかくなったから、そういう乗り方をしてみたいな、した方が良さそうだなっていう感じ。でもバーンがすごく締まってたりとか、シーズン中だったら雪質がそんなに大きく変化しないバーン状況って考えると、この左右非対称で乗ってあげるのがいいから、ヒールサイド前にこうやって乗り込むっていう時もありますよっていうお話をいつもさせていただいております。ですけれども、雪が柔らかくなってきたら前膝の使い方も変えてみましょう。特にヒールサイドです。おお、痛めから入りすぎました。さあもうちょい、いかがでしょうか。っていう風に膝伸ばして入ると、いきなりグンって角付けができるので、ズブ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 って埋まっていきやすくもなるんですよね。特にこれターン後半とかが、なので柔らかくなってきたら前膝伸ばすっていうのも必要なんだけど、板立てようとすると今みたいな感じになるっす。板はあんまり立てないで埋まりすぎないようにっていう角付け、エッジングの調節もうまくしながら滑っていけるといいかなって思うんですね。よし、
今度は埋まりすぎないように角付け調節して、うまいこと滑れました。そうすると柔らかい雪の時に前膝伸ばしたいなぁは、ノーズが詰まっていかないようにターンとボードコントロールをしたいなっていう思いです。だからノーズが、いい意味で軽い状態でずっとあった方が嬉しいなっていう感じなんですよね。重いっていうことはズブズブズブっていう風に重さがかかっていっちゃうので、ノーズ軽くして右左に行くって、あのスケートボードであのチクタクするような感じ、そんなフィーリングに似てるので、スケートボード分かる方はイメージがつけやすいです。こういった感じでうまく後ろ足を曲げておいて前足を伸ばしておく。でそうすることで前を軽い状態で左右に振ってあげられたら、そのまんまショートターンが出来上がっていって、で振ったものに対してうまく体傾けていけば、そのままカービングが、大きなターンでもつながっていく。柔らかい雪ではノーズが埋まっていかないようなポジション取りをしたいな、そのために前足を軽くして使っていきたい、そんな感じでございます。はい、というふうに何本かちょっと滑ってきましたけれども、あのポジションとしてターンの形、乗り方として前膝を伸ばした方がいいよっていうことがあまりないなっていう感じですね。前膝伸ばすとこういうことが起きて、伸ばさないとこういうことが起きるから、それを雪質に合わせていろいろ調整できるといいねっていうふうに整理した方が良さそうだなっていうふうに思います。で雪質とかの兼ね合いを考えないんだったら、そもそも横乗り角度の兼ね合いで斜めに腰が乗ってるんだったら、ヒールサイドはちょっと前足の方に、トーサイドはちょっと後ろ足の方に腰重さが乗るっていうのがこの非対称の、仕組みなのかなって思うので、この前後のポジションもちょっと変化するけれども、それを雪質が変わるんだったら、フィールドが変わるんだったら大きく変化させてあげるために、この前足前膝をグッて伸ばすっていうのは、必要以上に前足の脳に乗りに行かないようにするための、なんていうんだろうな、重心がぶれないためのストッパーみたいな感覚にも使ってる印象でございます。でもそれが関節を伸ばすことによって柔軟性がそこにはなくなっていくので、それをえいって角付け作りすぎると、柔らかい雪ではズブズブズブって埋まっていくので、せっかくポジションを後ろに取ったのにまた埋まって失速しちゃうっていうミスも出やすくなる。ターンスピードがつながんなくなっちゃう。なのでその辺の前膝伸ばすヒールサイドは角付けができやすいというメリットもあるけれども、できちゃうことによって埋まりやすいから失速もするよっていう、その辺のコントロール調節をうまくできたらいいなと思います。なので前膝を伸ばした方がいいっていう形っていうことじゃなくって、ノーズが雪に埋まりすぎると失速するからミスになるから、そうならないボードのノーズテールの重心配分、重さの配分をしておけるといいねっていう感じなので、春雪はなるべくノーズが軽い状態の方が操りやすくなるので、
スケートボードのチクタクをやるようなポジションを一回やってみる、整理すると面白いと思います。そんなところで本日は前膝を伸ばしたヒールサイドターンのお話を春の柔らかい雪とともに解説させていただきました。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。